お忙しいですか。まあでも年末とかああいう時は全然音作ったりとかしてる感じです、はい、ツアーが3月いっぱいで終わったんで、はい、でまた夏に。そうですね、まあ、また来月ぐらいから募集を行くらしいんですけど。はい、ちょっとインタビューというよりは、はい、あのリラックスした会話な感じで、はい、やっていきたいんですけど、単純にこの企画をやろうと思ったのが、こう最近僕は音楽番組を見ていて、アーティストを紹介するにあたり、なんかこう告知っぽいことが多いなと思っていて、で音楽を伝えるよりもその人を好きになった方がもっと面白いねって僕は思ったんですよ。その曲がどうこうもいいんですけど、この人面白いでしょ、この人が作る曲もっと面白いよってなると、はいはい、どんどん好きになっていくかなと思っていて、でその中でヒップホップやってる人たちが一番個性があって面白いっていう僕は感じたんで、何かこう今東京だとマミー D さんとか、そのジブラさんだったり、あとタローソウルさんだったり、何か来つつで、今度は名古屋濃いから名古屋のアーティストをちょっと取材しようということで、今回あのお願いした次第なんですけども、実際こう名古屋のヒップホップって自分の中ではどう感じてますか？そうですね。まあなんか本当アトランタじゃないですけど、なんか本当いろんなやつらがこうなんですかね、いて、すげえ面白い土地ですよね。ニューヨークでもロサンゼルスでもなくみたいな、アトランタみたいな、うん。なんかちょっと僕みたいなやつらもなんかこう名古屋で音楽やり続けてこれたし、もちろんあのハードコアヒップホップも一時期はやっぱ名古屋がすごくやっぱりあの代表的な土地、名古屋に来ればギャラの代わりにパンチをもらうとか、そういう伝説もあったぐらいやっぱコアな街でもありましたし、まあなんかでもいろんな子たちが混在しているというか、すごく面白い土地ではありますよね。何が強いとか何が流行ってるってことではなくて、みんながそれぞれのムーブメントやそれぞれの、スタイルを発信していってる、そういうイメージは僕は持ってますけど、はい。